エンドレスノットの衣装は、アジアの多くの国で、カルマの象徴とされる下脱モーク社とは、解放、悟り、自由、方面を手に入れた状態であり、ヒンドゥー教、仏教、ジャイナ教、シーク教において様々な形で語られる。下脱を果たしたものを下脱者と呼ぶことがある。もともとは、紀元前7世紀前後のコーパニシャットで説かれたもので、 インド哲学一般に継承されている観念である。下脱は、インド発祥の宗教において、最高目標とされてきた。ヒンドゥー教の伝統では、目者は、中心概念であり、ダルマ、アルタ、カーマを通して達成される人生の目的である。これら四つの目的は、プルシャアルタと呼ばれている。仏教においては、煩悩に縛られていることから解放され、迷いの世界。 リンネなどの句を脱して、自由の境地に到達すること、悟ること、ジャイナ教においては、魂という存在にとって、至福の状態である。下脱は、ボン、バイマクサやボン、ビムークティの漢訳である。ビマティは、自由という意味である。バイマクサは、引きさ、姫さと恩舎し、ビムークティは、引き手と恩舎する。釈迦は、菩大樹で譲導し、 輪廻からの解放を達成したとされる。アクッパーミービマティ、アヤマンチマージャーチ、ナシーダニープーナブヘイボティ、我が下脱は達成された。これが最後の生まれであり、もはや二度と生まれ変わることはない。パーリブッテン、聖休業、26アリアパリエショナスッタ、スリランカトリピタカプロジェクト仏教における下脱は、本来は、ネハンと共に、 仏教の実践道の究極の境地を表す言葉であったが後に様々に分類して用いられるようになった。仏教における下脱には次のような分類がある。ありがとうございます。